鶴田夫妻にまつわる話、妻である涼子さんから聞いた。夫の高之さんは大の釣り好き、涼子さんは野菜作りを趣味としていた。二人でよく旅行にも行くが、観光地には行ったことがない。常に田舎で過ごす。二人とも田舎暮らしに憧れており、いつの日か必ず家を買おうと話し合っていた。その願いが叶ったのは高之さんの定年退職後だ。出世に縁はなかったが、真面目に勤め上げたおかげで購入のめどがついたのである。老後の生活も考え、無理のない範囲で物件を探したところ、いくつか候補が見つかった。そのうちの一つに二人は釘付けになった。資料を見る限り理想的である。家のすぐ裏に川が流れている。川向こうは山だ。秋ともなれば紅葉をめでながら風呂に入れるだろう。敷地内にかなり大きな畑もある。次から次へと夢が膨らんでいく。鶴田夫妻は早速現地に向けて車を走らせた。穏やかな田園風景が続く。高い建物が一つも見えない。見渡す限り田園と畑だ。それだけでも気分がいい。目的の家に到着し、さらに気分は高揚した。資料に偽りはなかった。それどころか期待を上回る環境である。澄み切った魚は魚影が濃く、いくらでも釣れそうだ。日当たりのいい畑は土壌もいい上に清冽な湧き水もある。好きな野菜を作れと言わんばかりだ。もちろん家自体も悪くない。内装や設備は都会とあまり変わらない。快適とまではいかないが、そこそこの暮らしは営めそうだ。鶴田夫妻に即決以外の選択肢はなかった。新しい暮らしを始めて3日目、涼子さんは早朝から畑に出て何をどのように育てるか思案していた。そろそろ朝食の準備に戻ろうとした時、視界の片隅に人が見えた気がした。登り始めた朝日が川向こうの山を照らしている。やはりそうだ。名も知らぬ雑木に紛れて人が立っていた。薄緑色の作業着を着た男性だ。こちらを見て笑っている。ニコニコととても嬉しそうだ。林業関係の作業員だろうか。涼子さんは何気なく会釈し家に戻った。台所の窓からちょうどその場所が見えたが、男はもういなかった。高之さんは朝食後、昼飯は任せどけと言い残して釣りに向かった。涼子さんは片付けた食器を洗い始めた。時折外を見てしまう。作業着の男のことがなぜか気になって仕方ない。洗い終えてからずっと涼子さんは畑仕事に励んだ。その間も何度となく男がいた場所を見てしまう。そんな自分に気づき、慌てて目をそらした。高之さんは昼少し前に戻ってきた。大量である。約束通り昼食のおかずは確保できた。焼きたての魚を楽しんでいた高之さんは何かを思い出したように箸を止めて話し出した。
釣りを楽しんでいた時のことだ。川の向こう岸に立つ男性に気づいた。地元の人なら釣りの穴場を教えてもらおうと思い、高之さんは大きな声で挨拶した。男性は嬉しそうに笑うだけである。それ以上の反応はない。高之さんは何度か接触を試みたのだが、すべて無駄であった。仕方なく無視して釣りを続ける。いつの間にか男性は消えていたという。その人って薄緑色の作業服着てた？なぜわかるのだと驚く高之さんに、涼子さんはその朝の出来事を打ち明けた。断定はできないが、おそらく同一人物である。やはりこの辺りを担当している林業関係者に違いない。機会があれば何をしているか聞いてみようと話は落ち着いた。作業服の男性はそれからも頻繁に現れた。やってくる瞬間を見たことはない。いつの間にかそこにいるのが常だ。そしてふと目を離した瞬間に消えている。何をされたわけでもない。ただそこにいて笑っているだけだ。にもかかわらず、高之さんも涼子さんも徐々に追い込まれていったという。何者なのか、何をしているのか、目的は何なのか。この3点が全くわからない人物が近くにいるのはかなりの負担である。監視されている気になるのは当然だ。涼子さんは常に辺りを見渡してしまうようになった。高之さんもどこかしら不機嫌で、些細なことで突っかかってくる。暮らし始めて2週間目の朝、ちょっとした言い争いの後、今まで見せたことのない厳しい顔で高之さんは宣言した。なんだこれは。余生をのんびりと楽しむためにここを買ったんだ。決めた。次見たら納得いくまで説明させる。なんならそのまま警察に連れて行く。言葉にしたことで高之さんは肝が据わったらしい。翌日、二人して畑仕事に精を出していた時、例によって男が現れた。いつものように笑ってこちらを見ている。高之さんは深呼吸して声を張り上げた。おいあんた、今からそこに行く。じっとしてろ、逃げるなよ。高之さんは川に近づき、上流に向かって走り出した。渡れそうな場所を見つけ、腰まで川に浸かりながら向こう岸にたどり着いた。今度は山を登っていく。木にすがりつくようにして徐々に距離を詰めていく。山歩きは釣りで慣れているのだろう。高之さんはあっという間に男がいる場所に着いた。相手は得体の知れない人物である。暴力を振るいそうな相手とは思えないが、涼子さんは気をもみながら見守った。高之さんが険しい顔で怒鳴った。あんた何者だ。うちに何の用があっていつも見てるんだ。それに対して男は笑ったまま何か言い返した。声が小さくて何を言ったかまではわからない。2、3回言葉を交わした後、高之さんはいきなり笑いながら服を脱ぎ出した。あっという間に全裸になった高之さんは、ズボンから外したベルトを使い、近くの枝に輪っかを作った。
唖然として見つめていた涼子さんは我に返って叫んだ。あなた何やってるの？ねえ返事して。だが高幸さんは涼子さんを見向きもせず、作業着の男に深々と一礼し、ベルトの輪に首を通した。斜面に生えた木の枝である。地面まで十分な空間があり、労せずしてぶら下がることができた。こうして高幸さんは笑顔のまま首をつった。悲鳴を上げながら涼子さんは助けに向かった。高幸さんと同じ経路をたどり向こう岸を目指す。がどうしても山を登ることができず、再び家に戻るしかなかった。警察と救急隊が到着するまで涼子さんは夫が死んでいくのを見守るしかなかった。その間、作業着の男は高市さんの隣に浮かび、いつもより楽しげに笑っていたという。高市さんは自殺と断定された。警察官に作業着の男のことを伝えたが、調べてみますと言われただけである。その後何の音沙汰もない。涼子さんは田舎を離れて都会に戻った。あれほど好きだった野菜作りはやろうとも思わない。あの家は今でも時々売りに出されているらしい。